球上がらなかったですけども、ヒットはずっと打ってましたよね。打率が3割1分9厘という岡本です。この打球はレフトへ、もう見送った。岡本の先制ツーランホームラン。4番主砲の一発、9年ぶりの交流戦優勝へ向けて大事な初戦、その大事な先制点はこのキャプテン岡本のバットから。横川に援護点、岡本が先制のツーランホームランです。村田さん、完璧でしたね。完璧でしたね。僕は1、2球見た時にですね、インコースのまっすぐを捨ててるのかなと思ったんですけど、ちょっとタイミング遅れてましたし、村さん、このバッティング振り返っていかがですか、改めて。これもグリップは体から近いですよね、もう巻きついたように打ってますよね。これ離れて打ってしまうとやっぱりファールになったりとかするんですよね、いやこれもう巻きついてますから、内からインサイドアウトで綺麗にバットが出てますよね、はい。